私、坂本誠志郎は、FA 宣言をせず、行使せずに、残留すること、はい、決めました。はい、この残留を決め手となった、まあ、一番の要因は何だったんでしょうか。やっぱり、この地元、まあ、僕、兵庫県出身で、地元でこの縁のあるタイガースという球団に、ドラフトの時に入りまして、やっぱりその縁とか、まあ、恩が、あるっていうのは、思ってましたし、本当に23年シーズン優勝して日本一になって、去年その思いさせていただいて、今年悔しい思いをして、まあ、チームとしても悔しかったですし、個人的にも悔しい思いをたくさんしたので、それをやっぱりこのタイガースでもう一回こう、あ、やり返したい、もう一回みんなで、そこを目指していきたいという思いが、はい、強くなったのは、大きな要因ではあります、はい、その決断をされるにあたって、まあ、球団からも球団ともいろいろお話をされたと思うんですけど、どんなお話がこの FA 権を獲得してからありましたか。まあ、必要としてる、来シーズンからも力になってほしいということは、たくさん、言っていただきましたし、まあ、でも本当に、これまで、タイガースやってきて、まあ、金本監督、矢野監督、そして岡田監督、お三方に使っていただいて、取れた、こういただいた権利だったので、まあ、正直こう自分が、野球界でどういう評価をされててどういう位置にいるのかっていうのを、まあ、こう知りたいって思いは、まあ、ないことはなかったですし、そういう思いはあったんですけど、まあ、いろんな話をさせていただく中で、まあ、タイガースで、すごく評価していただいたというのと、必要とされているというのを感じることができたので、まあ、それも、この残留ということに至った、まあ、大きな要因だと思います、はい。まあ、この残留を決めてから藤川監督とは、まあ、何かお話をされたり連絡を取られたり何かありましたでしょうか。まあ、電話で、はい、連絡を入れさせていただいたんですけども、まあ、良かったと言っていただいて、はい、まあ、でもこれから本当に、一緒にやっていく中で、まあ、僕も責任があるというのは感じてますし、やっぱり覚悟を持ってやっていこうということは、おっしゃっていただいたので、まあ、元々そのつもりでいますし、まあ、それはこうみんなで、優勝というところまで、はい、形にしてやっていくだけだなと思います。もちろんやっぱりこう FA 権を獲得されて坂本選手がどうするんだろう、どうなるんだろうというのはファンの間でもいろいろ話題になっていましたけれども、ファンからの声というのは坂本選手に届いていたりされたんでしょうか。まあ自分の、まあ、身近にいる人でもどうするのっていうふうなの連絡をいただいたり、はい、たくさんしたので、本当に気にかけていただいてるんだなっていうのを感じてましたし、まあ、なかなかそういう方々にこう僕の迷ってるおかげでなかなかこうちゃんと伝えてあげられなかったっていうのはありますけど、まあ、でもこうして残留して、来年からも、タイガースの日本に来て野球することになったので、はい、しっかり、野球でグラウンドで、返していけるようにしたいなと思います。この FA 権を取って他球団の移籍という選択も視野に入る中で、改めて阪神タイガースという球団を考える期間も
あったと思うんですけれども、坂本選手にとって阪神タイガースという球団はどんな球団でしょうか。そうですね、まあ、こういろんなことを考えている中で、やっぱり優勝とか日本一の、記憶シーンというのは自分の中でも出てきますし、甲子園球場のキャッチャーのポジションに座って、まあ、選手の中では1人だけ反対向いて、90度、まあ、90度だけじゃなくこうフィールドを見渡したときに、たくさんのタイガースファンの前で野球ができる幸せもこれこんなことはないなっていうふうに感じましたし、まあ、その景色を、これからも見ていたいなっていう思いはやっぱり出てきたので、そのポジションでその景色をずっと見ながらして皆さんに喜んでいただけるように、はい、やっていきたいと思います。今のお話と多少被るところもあると思いますけれども、改めて来シーズンの意気込み聞かせていただいてもいいでしょうか。まあもうグラウンドでやるだけだと思うので、そこでどれだけのことができるかっていう準備を、まあもうやってきてましたけど、これからも、さらに磨きをかけてやっていきたいと思いますし、本当に、悔しいもしたので、もう一度、去年は今年は、まあ、チャンピオンとしてやりましたけど、また、こう取りに行く、奪い返しに行く立場になったので、これまでより一層こう貪欲に、やっていって、まあ、チームの中でも年齢的にも立場上の方になるので、こう責任持って今キャンプみんな若い子たち頑張ってるのもいろいろこう見たりしているので、まあ、そういう選手たちと一緒にまた野球ができるっていう喜びも感じながら、最後結果で、はい、恩返ししたいと思います。わかりました。代表質問以上とさせていただきます。まあ、責任を持ってこうやりますっていう